久しぶりに4人で買い物に来れてよかったですね。しかもちょうど地下街でオープンしたばかりの雑貨店があったなんてついてるよね。このお店は可愛いものが多いですな。美坂さんと白井さんは何か買いたいものありました？この写真立て結構いいかも。お姉様でしたらすでにそこの写真立てにご就寝ですの。お、本当だ。美坂さん、その写真立てが気になってるんですか？え、あ、うん。あ、でもこれだけじゃなくて、このお店どれもこれも可愛いものばっかりで迷うくらいよ。確かにいろいろありますけど、その写真立てのフレームについているお花とっても素敵ですね。ウイハルさんもそう思う？あ、どうしよう、買っちゃおうかな。お姉さまはまたそうやってろくに使いもしない雑貨を可愛いからなどと言って増やされるんですの。あー、確かに写真立てってあんまり使わないかもです。現像した写真を飾る機会がなかなかないですから。デジタルフォトフレームとかもありますからね。データで管理した方が楽ですし。でも友達とか家族とか手間をかけて現像したくなる特別な写真もあるじゃない。そんな大事な写真は自分が気に入った特別な写真立てに入れたくならない？そういうロマンティシズムもわからなくはありませんが、こちらの写真立てはいささか少女趣味が過ぎませんこと？そう？私はいいと思うんだけど。グロコもお姉様の好みを全否定するわけではありませんの。ただお姉様は常盤台のエースだということをお忘れなく。ご自分が周囲からはそういった認識で見られていることも自覚していただきませんと。エースとか柄じゃないのよね。おかげで声かけづらいイメージあるみたいだし。だからこそお堅いと思っていたレベル5が実は少女趣味なんてギャップはありじゃないですかね。えウイハル、どうなんでしょう。私は美坂さんが可愛いものを持っていてもいいと思いますけど。お姉様の場合ファンシーグッズだけの問題ではありませんのよ。制服にはいつも短パンを着用なさって、夜は可愛らしいパジャマに身を包む。これでは単にお子様趣味ですの。私の趣味なんて私の勝手でしょ。そこは放っておきなさいよ。あの、私は可愛いものも素敵だと思いますよ。ふっふっふ、こんなこと言ってますけど、ギャップに関してはウイハルの方が期待できますよ。だって今日のウイハルの下着は普通のです。普通のを履いてます。っていうかサテンさんはまた覗いたんですか？ウイハルが雑貨を夢中で見てる時にね。まったくもう、人の下着を覗くのはやめてくださいよサテンさん。えへへ、ごめんごめん。あ、店の奥にウイハルの下着と同じ水玉模様の小物が。ちょっとサテンさん、下着のことを言うのはやめてください。ごめんって。お詫びに何かプレゼントしてあげるから許してよ。美坂さんと白井さんも一緒に見に行きませんか？奥には可愛い系以外の系統の小物もあるみたいですよ。そういうことでしたら、この黒子もお姉さまにぴったりな一品をプレゼントしますわ。いやいやいや、黒子の趣味で選んだものだけは勘弁してよ。さてと、一通り雑貨は見たし、どうする？他のお店も行ってみる？ああ、だったら水着を見に行きませんか？ちょうど新調したいなって思ってたんです。そういえば今年はまだ水着見てなかったかも。あ、それじゃみんなで行きましょうか。お姉さまの水着選び。何を想像してるのよ黒子。ウイハルには私が可愛いのを選んであげるからね。普通のにしてくださいよ。水着、お姉さまの水着姿。黒子、ぼーっとしてると置いていくわよ。お待ちになってくださいまし、お姉さま。
このお店、水着の種類多いですね。これなんてどうですか、美坂さん。競泳水着スタイル、スリムな美坂さんに似合うと思うんです。確かに学校指定のに似てるし、常盤台の生徒っぽくは見えそう。こっちはどうですか、美坂さん。フリル多めのワンピースタイプです。私は好きなんだけど、また子供っぽいとか言われないかな。はあ、水着って人に見せるものだから、どう見られるかつい気になっちゃうわね。普段は手に取らないやつで、これとか？ちょっと派手かな。わあ、シンプルにビキニですね。攻めた感じでいいと思いますよ。はい、いつもと雰囲気が変わって素敵ですよ。いつもと違う自分、こういう水着を着たらギャップというか、あいつに可愛く見てもらえたり。なんで今あいつのことを考えてるのよ。私、あいつのために選ぶわけでもあるまいし。でも試着するくらいなら。どうなさったんですの、お姉さま。黒子、これは違うのよ。慌ててどうしましたの。黒子はお姉さまが何やら悩んでいらっしゃるようでしたので、お声掛けしましたの。その手に取ってらっしゃる水着を買われるんですの。これはちょっと見ていただけで、買うわけじゃないの。そうでしたの。ではお姉さま、こちらを試着なさってはいかがでしょう。こちらをって、ちょっと黒子？なんでしょう、お姉さま。黒子がお姉さまのことを深く思い選び抜きましたのよ。あんた、この紐みたいなのは一体何なの。ですからお姉さまにぜひこの水着の試着をと。誰だ、こんな水着とも言えないような代物着るか。